さあ試合はいよいよファイナルクォーター第4クォーターに入ります。トライスターズ自陣36ヤードからサーダウン5。パス不成功、ナイスディフェンス。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。果たしてどちらのチームにあった反則でしょうか。ディフェンスの反則です。パスインターフェアランス。前パスが浮いている間に相手選手に接触しました。前パスが浮いている間は双方ともに接触する妨害はしてはいけません。この反則がありまして地点まで、前進を許し、この位置でファーストダウン献上となります。従いましてトライスターズファーストダウン獲得。自陣38ヤードからトライスターズファーストダウン10。愛知ナイスディフェンス。ここでトライスターズオプションプレーを展開しようとしました。しかしここで愛知15番見事な対応をしまして約4ヤードロスに変えています。素晴らしい対応をしましたのは愛知ゴールデンウィングス15番のプレイヤー松田でした。トライスターズ自陣35ヤードからセカンドダウン14。海川川沢、応援メッセージありがとうございます。ぜひ選手の方々へのメッセージもよろしくお願い申し上げます。さあこのパスプレーはパス不成功。素晴らしい攻防。ここでクォーターバック21番は中央へ走り込んだワイドレシーバー2番にパス。これを愛知1番見事にダイビングしまして、このパスをカットしパス不成功。素晴らしい空中戦の一戦でした。現在ここで負傷者が発生しているためレフェリータイムアウトが取られています。この攻防を演じましたのはトライスターズ2番のレシーバー大畑、そしてディフェンスバックは愛知1番の勝本でした。TK 様メッセージありがとうございます。佐川選手、トライスターズの本日活躍している27番佐川選手と思われます。確かにディフェンスの中でも際立った活躍を見せております。さあ試合再開となります。トライスターズサーダウン14。クォーターバック21番プレッシャーを浴びながら相手ディフェンスを殺到する中スクランブルを敢行。なんとか状況打開図らんとしましたが、しかし結果的にはフォースダウンとなっています。今度は守備ライン陣とクォーターバックの攻防戦、見事な見応えがありました。トライスターズフォースダウン11パントフォーメーション。
さあリターン入っている。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。先ほどのプレー、オフェンスチームの反則です。イリーガルキッキング、不正な形でパントフォーメーションのキックを、パントキックを行いました。おそらくボールを地面に落とした状態で蹴ったことで、不正なキックという判定になりました。本来ならばドロップゴールという形になるのですが、ここでは、不正なパントとして扱われました。結果的に10ヤード抜体しロスオブダウン、攻撃権を失いまして攻守交代となります。愛知ファーストダウン10、ボールオン相手陣19ヤード。さあナイスランになっている。ビッグゲイファーストダウン、この一瞬の隙をつきまして愛知27番中央突破、ディフェンスの隙をかいくぐり相手陣1ヤードに迫るビッグラン決めまして大きなゲインです。愛知ゴールデンウィングスファーストダウン。愛知相手陣1ヤードからファーストダウン2ゴール。さあエンドゾーンまで残り1ヤードを4回の攻撃で狙います。愛知タッチダウン。ここで再びランニングバック27番にボールを託しました。27番そのまま相手ディフェンスを隙間を縫ってエンドゾーンに飛び込んでタッチダウン。ここで ここでタイムアウトが取られている模様です。見事なタッチダウンランを決めましたのは愛知ゴールデンウィングス27番の高橋でした。現在負傷者が発生していたためレフリータイムとは取られていた模様です。試合再開となります。愛知トライフォーポイント、キック成功、1点追加。愛知ゴールデンウィングス23点、トライスターズ3点。愛知今度は攻撃でタッチダウンを上げることに成功し、さらにその差を広げる形に成功しています。
第4クォーターに入りまして愛知がようやく攻撃で得点を打つタッチダウンを上げる形に成功しリードを広げる形に成功しました。さあトライスターズもこの状況打開図れるタッチダウンを上げることができるでしょうか。愛知ゴールデンウィングスキックオフ。トライサーズリターンに入る。しかし愛知もカバーよくトライサーズ自陣25ヤード付近からの攻撃となります。トライスターズ自陣27ヤードからファーストダウン10。さあここでホイッスルが鳴っています。トライスターズここで後半1回目のタイムアウトを取ります。後半戦に入りましてやや愛知が試合を押し上げている状況になっております。その差が20点となりましてトライスターズ非常に厳しい状況でありますが、この後半の第4クォーター残り7分1秒から始まります攻撃、なんとか得点に結びつけたいと、ここはまず1回目タイムアウトを取りました。この試合は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によりまして実現しております配信です。その企画にご賛同いただけております企業様、そして各個人様の名前が今画面に映し出されている方々です。この方々のご記者によりましてこの配信は実現しております。トライスターズ自陣27ヤードからファーストダウン10。QB サーク。クォーターバック21番左ロールアウトからパスを投じようとしましたが、愛知ディフェンス陣殺到し QB サーク大きくロスを強いられました。ここで負傷者発生のためレフェリータイムアウトは取られています。トライスターズセカンドダウン19、ボールオン自陣18ヤード。さあフルバックのダイブプレー、まず短い距離を測らんとまずダイブプレーを投入しました。キャリア5番、密集点をつくように約1ヤードのゲインです。キャリア5番は石塚。トライスターズサーダウン18。クォーターバックは34番の木橋が務めています。クォーターバック34番、エクスチェンジの際にトラブルがありましたが自らカバーし中央へ切り込みました。前進はしていますが、しかしフォースダウンに変わります。
トライサーズフォースダウン14パントフォーメーション。ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスチームの反則です。交代違反。フィールドの中12人おりました。5ヤードバッタイという形になります。トライサーズフォースダウン18パートフォーメーション。このパントはハーフウェイを超えたところでアウトオブバーンズ。この位置で攻守交代となります。ここでウォーターブレイクとなります。双方とも守備陣奮闘する非常に締まった試合ではあります。しかしその中において終盤に入って愛知がその自力体力を生かし守備攻撃の双方でタッチダウンを上げ現在試合を優位に進めております。さあ残り時間4分41秒となっていますこの開幕戦、最終的にこの試合を制するのは果たしてどちらのチームとなるでしょうか。試合再開となります。愛知自陣48ヤードからファーストダウン10。中央へのプレー、キャリア30番、右オフタックル付近を切り上がりまして、約7ヤードのゲイン。ここへ来て愛知のランプレーが着実に出ております。キャリア27番は高橋。愛知セカンドダウン3、ボールオン相手陣45ヤード。ナイスラン、ファーストダウン。ランニバック30番、カウンタープレーで左オフタックルを突破。タックル受けましたが見事攻撃権更新を果たしています。愛知ゴールデンウィングスファースター。ランニバック30番は近藤、素晴らしい走りでチームを率いております。チームキャプテンです。ここで負傷者が発生しているためレフリータイムアウトが入ります。この試合は X2、X3 の全19チームによる合同企画によりまして実現し、この試合の配信は X2、X3 の全19チームの合同企画により実現しております。画面に映し出されている企業様、そして各個人様のご記者ありまして、この試合の配信は成り立っております。試合再開となります。愛知相手陣40ヤードからファーストダウン10。
中央のプレー、ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ディフェンスの反則です。オフサイド。ボールが動く前に相手エリアに侵入していました。5ヤードのバッタイ。したがってオフェンス5ヤード前進し、ファーストダウンやり直しです。愛知、ファーストダウン5。ボールオン相手陣35ヤード。パス不成功。パス不成功の判定です。ここで真横に近い前パスを投じ、レシーバーのキャッチアンドランを図りましたが、このパスをレシーバーキャッチミス。パス不成功となりまして、セカンドダウンに変わります。愛知セカンドダウン5、ボールオン相手陣35ヤード。ここでホイッスル。愛知後半1回目のタイムアウトを取ります。やや作戦の伝達に漏れがありましたでしょうか。ここでタイムアウトを取り、一旦間を取ります。さあこの試合も残り時間2分48秒となりました。愛知ゴールデンウィングスの攻撃へ試合再開となります。ボールオン相手陣35ヤードから愛知セカンドダウン5。クォーターバック8番パスを投じようと下がりましたが、右にスクランブル、相手ディフェンスのカバーを合いまして、しかし右オープン駆け上がり、約3ヤードゲインとして、失礼しました、2ヤードロスに変わっております。これはトライサーズディフェンス陣踏ん張っております。愛知相手陣37ヤードからサーダウン7。パス不成功。ここで中央に切れ込んだレシーバー1番にパスを投じました。しかしこれがわずかにタイミングずれておりまして、パス不成功。愛知フォースダウンに変わります。愛知フォースダウン7、プレー選択です。フォースダウンギャンブル。
7ヤード前進しないと攻撃を失いますが、さあどう出るか。パス不成功。ここで選択したのはパスプレー。ターゲットは左に展開した1番。しかしわずかにパスがキャッチできず、パス不成功となり4回目の攻撃失敗ですので攻守交代となります。試合時間残り2分ちょうど、トライサーズラスト2ミニッツに試合の運命を託します。トライサーズ自陣37ヤードからファーストダウン10。さあまずランプレーから入りました。ランニングバック5番、託されまして中央トップ図らんとしましたが、しかし2ヤードロスとなっています。中で倒れたため時計は回り続けます。トライサーズセカンドアンド12。ここでホイッスル、イエローフラッグ、反則が発生しています。さあどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。5ヤード抜体という形になります。トライサーズセカンドダウン17、ボールオンは31ヤード。クォーターバック34番ショットガンフォーメーションから自らキープし、右オープン突破を図りましたが、しかしこれは愛知ディフェンスのカバーよく3ヤードロスに変わっています。トライサーズサードに変わります。時計に誤差が生じておりますがご容赦ください。現在残り時間30秒を間もなく切ります。クォーターバック34番ハンドオフへからキープ図らんとしましたが、しかしこれもロスに変わっています。ここで試合時間がなくなりました。試合終了となりまして、愛知ゴールデンウィングス23点、トライサーズ3点。愛知ゴールデンウィングスがまず初戦を制する形となりました。トライサーズ序盤中盤と素晴らしい奮闘を守備陣そしてキッキングで見せておりました。前半戦互角の戦いを演じたのは素晴らしいと思います。後半戦その状況が続けられなかったのは惜しかったですが、ナイスファイトでした。対しまして愛知ゴールデンウィングス優勝候補にふさわしい見事な戦いぶりでまずこの初戦を制しました。ナイスゲームでした。さあ戦国リーグとなります今シーズンの X3、 まずその開幕戦を3試合のうちの1つ
まずは愛知がこの試合を制しました。この3日間で行われます6試合のこの勝敗、通常とは異なりまして、それ自体が優勝そして昇格に直結するという非常に意義高いシーズンとなります今シーズン2023。さあこのシーズン戦始まりして、最終的にこのシーズンを笑顔で終わらせるのは果たしてどのチームとなるでしょうか。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てに次の競技としてこれを競技をかける選択をしたものでした。導いたのは愚鈍だが心優しい巨漢と、目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という二人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりに、かつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話のような世界がここにあります。ここはいわゆるトップ層ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学で名を轟かせたスタープレイヤーがもたらしてくれるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑み、その力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み、行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものかもしれません。あるいはとにかくあの競技に、あの物語に憧れ、あの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ、今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を、私はこれからも愛し応援していきたいと思います。そして次へと進むこの物語の続きを楽しみとしつつ、本日この配信は一旦ここで終わらせていただきます。一旦このチャンネルは閉めまして、再び、次のサイトによりましてこの後に行われます三重ファイアーワード、トヨタブルファイターズ、そしてその後にある、本日はその一戦を配信させていただきます。本日の配信は X2、XE の全19チーム合同企画によって実現した企画により乗っ取って撮影させていただきました。その配信を担当したのは私、道楽やり茶でした。またお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。